どうもランチャンネルです。いつもご視聴ありがとうございます。今回は武将別強編成の紹介ということで、脅威を使って組める強い編成というのを8つほど紹介させていただけたらと思うんですが、この8つの中にはですね、現状日本では組めない編成っていうのもいくつか含まれております。理由といたしましては、武将が登場してないとか、戦法が登場してないからということなんですけども、やっぱりそういった編成もですね、紹介させていただくことによってですね、何かしら参考になる部分もあるかなということで含んでおります。ご了承いただけたらと思います。そしたら始めていきましょう。まず一つ目の編成は麒麟弓ですね。もうこちらの編成に関してはお馴染みすぎて言うことが少ないということになってるんですけども、今回ですね、僕が参考にしたテンプレ表ではですね、継承戦法は今見ていただいている組み合わせっていうのが一番強いみたいですね。ただ日本ではですね、脅威のところ混迷乱情と残壁法にして、で、諸葛亮に血力砂防と滑骨両毒っていう形にしてる残壁麟弓が一番多いんじゃないかなと思われますね。これはまあ強さに差はそこまでないので、好みでいいんじゃないかなと思います。でですね、砲塔のところの兵法書なんですけども、後発戦士希望勝位ということになってますが、この勝位のところはですね、戦木でもいいということみたいなんですね。戦木っていうのはですね、毎ターン非計略ダメージか非平人ダメージを 6% 抑えるっていう内容だったかな。ということでですね、やっぱり後半ターンまで生き延びてもらわなっていうことでですね、その火力を犠牲にしてですね、耐久力が上がるような兵法書を選択するのもありということになってるみたいなので、この辺もですね、好みでカスタマイズしてもらえたらと思いますけどもね。砲塔だけ極端に凸が進んでないみたいな場合はですね、勝利にしておいてもいいんじゃないかなと思います。で、部隊強度に関しては A プラスということで、これはまあ S ティアと A ティアの間ぐらいかなっていうところでですね、まあ強いことには間違いないんですけども、日本ではですね、現状もっと強いんじゃないかっていうぐらいですね、活躍してる気はするんですよね。なんで、2023年の10月の中国での段階での評価ということになってるので、もしかしたらじわじわと下がってくるのかなっていう気がしますね。これも多分飛行聖章が登場するせいということになってると思います。で、次の編成は SP 麒麟弓なんですけども、この編成に関しては僕は組まんでもいいんじゃないかなってどうしても思っちゃうんですけどね。SP 諸葛亮っていうのが副将のアクティブ戦法、固有戦法のですね、の発動っていうのをですね、確実にしてくれるみたいなところがあるんですけども、脅威っていうのは固有戦法がパッシブ戦法じゃないんですよね。ただそれでもですね、SP 諸葛亮のですね、固有戦法発動率アップの選択っていうのは、砲塔一択にはならないということになってるので、だいぶ無駄が出てきてしまうんじゃないかなと思うんですよね。なんで、あまり組まなくてもいいというふうに思ってるということなんですね。これで確実に砲塔の固有戦法が発動してくれるっていうことになったら、めちゃめちゃ強いんじゃないかなとは思うんですけどね。なんで、部隊強度に関してもですね、B プラスということで、そこまで高くないということにさせていただいております。で、SP 諸葛亮の継承戦法は、血力砂防と延築封飛もしくは城兵抜防ということになってるんですけど、城兵抜防に関しては、現状日本では存在してない戦法ということになってますね。SP 送信から継承できるということみたいなんですけども、こちらの戦法はね、結構使われる機会が多そうなんですよね。なんで、かなり役に立つ戦法なんだろうなと思います。一応、兵種の縛りはあるんですけども、兵力最低、武力最高、知力最低の敵それぞれに 128% 計略ダメージを与えるということでですね、これうまくいけば一人の武将に全部入るっていうことになりますので、ってなるとですね、超効果力が出るということでですね、割と重宝されてるっていうことになってると思います。次は寒中盾ですね。この編成も非常に有名ですよね。戦場でよく見かけますけども、結構活躍してると思います。で、この編成の最大の特徴といたしましては、組みやすさというところにあると思います。でですね、一応僕の組みやすさの定義といたしまして、武将に関してはシーズン限定がいるかいないかで大きく評価が変わるんですけども、継承戦法に関してはですね、耐久戦法の異部軍民と残壁法、あと回復戦法のですね、滑骨両毒と双戦尺戦、この辺の戦法を多く使うっていうのをイコールですね、組みにくいというふうに位置づけさせていただいてるんですけど、今回の編成に関しては残壁法だけということでですね、継承戦法がかなり楽になってるっていうことなんですよね。理由といたしましては、劉備の固有戦法がしっかり回復してくれるので、継承戦法で回復戦法を多く必要としないっていうところがあるんじゃないかなと思いますね。これだけ組みやすくて強いっていうことだったらですね、突進んでる方にはぜひお勧めしたい編成ということになってます。
で、脅威の兵法書なんですけども、勝利贈答が選択されてますね。こちらはですね、突撃戦法の火力は下がるけども発動率が上がるみたいな戦法になってます。なんで憲法破砕の火力には、頼らずにですね、技法状態を付与するっていうことに重きを置いてるっていうことですね。なんでメインアタッカーといたしましてはどうしても義援になるんじゃないかなと思うんですけども、義援の継承戦法両方強力な上にですね、こういう戦法で準備ターンカットしてくれるっていうことになりますので、爆発した時はですね、全然兵損をなしにですね勝てるみたいな編成になってると思います。で、次の編成は東風雄ですね。この熊っていう漢字は音読みで雄って読むらしいんですけども、昔東風騎ということでですね紹介させていただいた編成のですね、騎兵の兵士戦法の比喩軍を入れたバージョンということになってると思います。ここでですね、この比喩軍という戦法の内容を見ていきたいんですけど、自軍全体が受ける治療効果が 16% 上昇、自軍首相は毎ターン行動時 60% の確率で敵軍2人に 64% 計略ダメージを与えると。で、これが回復量依存ということになってます。なんで劉備を使ってる編成ということになってますので、回復量っていうのは、非常に増えますよね。で、さらにそれも、底上げされるということになってるので、非常に親和性は高いんじゃないかなと思います。プラスアルファ、滑骨領土も覚えさせてるということで、相当回復してくれるんじゃないかなと思うんですよね。で、勘銀兵にもですね、操戦着生を覚えさせるみたいなことになってますし、とにかく序盤耐えて耐えてですね、後半火力を上げていくみたいなですね、どっちかっていうと射食弓とか芝居立てとか、そういった系統の編成に近いんじゃないかなと思いますね。で、そういった編成とですね、比喩軍が非常に相性がいいということでですね、こちらの編成相当強いみたいですね、 A プラスということになっております。次の編成は食器ということになります。これは脅威を主将として関羽と劉備を副将とした騎兵の編成ということなんですけども、これ結構強いんですよね。当たったことあるんですけど全然歯が立たなかったです。でですね、食の騎兵編成って結構珍しいんじゃないかなと思うんですよね。で、その中でもですね、この食器と先ほど紹介した東風雄ですかねに関してのこの2大トップっていう感じになってるんじゃないかなと思うんですけどね。まあとにかくですね、関羽と短期戦利の相性というのが本当にいいということですね。短期戦利が登場したことによってですね、いろんな編成で関羽が使えるようになったんじゃないかと思います。ただこちらに関してはやっぱり残壁砲、滑骨領土両方必要ということでですね、まあ劉備に覚えさせてるわけなんですけど、このパターン結構多いですよね。先ほどの東風雄に関してもそうなんですけども、ってなるとですね、やっぱ継承戦法が若干高級になってるかなっていうところはありますよね。ただ先ほど述べた4つの戦法のうちの2つしかもですね、耐久耐久とかですね、回復回復とか言って寄ってないだけまだマシなような気がしますけどね。次の編成は現状は組めないんですけども、水麒麟という編成ですね。こちらは SP カウンを使うから水麒麟という名前になってるみたいで、これは SP カウンの固有戦法で水滴っていうのを付与することに由来してるんじゃないかなと思います。でですね、兵士は槍になるということでですね、脅威に兵士宝物も必要ということになるんですけども、そこまでめちゃめちゃ強いというわけでもなさそうな感じがするんですよね。で、継承戦法もかなり高級なので、もしこの編成組むんであれば違う編成に艦を回した方がいいんじゃないかなっていう気はするんですけどね。まあどうしても組みたいっていうことだったらですね、脅威 SP 艦諸葛亮はやたらと進んでるけど他の武将がと進んでないとかいうですね、かなりレアなケースで使うことになるんじゃないかなと思いますけどもね。まあその武将自体はですね、被らせないことっていうのは可能かもしれないんですけども、継承戦法これだけ積むとですね、やっぱり一軍として使わないかんと。で、一軍として使うにはちょっと強度足りんかなっていう印象がどうしてもありますけどね。次は最春装ですね。こちらの編成に関しては勘銀兵にですね、疾風周囲というですね、今存在してない継承戦法が積まれてますけども、巨水弾橋で全然 OK ということになってると思います。で、疾風周囲という編成に戦法に関してはですね、郵送飛燕の上位互換みたいな戦法になってて、手数が多いということになってるので、勘銀兵と相性が良くて覚えさせられてるということになってるみたいですね。で、巨水弾橋でとどっちでもいいみたいな記載がなかったので、よっぽどこちらの戦法の方が相性がいいんだと思います。他の戦法に関してはですね、現状日本で組まれてる最春装と同じということになってるんですけど、やっぱり兵士宝物プラス援護ということでですね、武将や戦法以外のところもですね、割としっかりせないかんということでですね、組むのは大変かなとは思うんですけども、やっぱり強い編成ではありますよね。そして最後は覇王級ですね。こちらの編成に関しては動画1本使って解説させていただいてますので、そちらの方をご覧になっていただけたらと思うんですけども、
個人的にはですね、その似たような編成の拡散性と差別化が図れてないというか、これ組むんだったら拡散性の方がいいんじゃないかって思っちゃうんですよね。拡散性は造兵使うっていうことでですね、まあ、ちょっと動きが遅いとかはあるんですけども、共存性は非常に高いですからね。で、最新シーズンでもですね大活躍してると、まああまり見かけないんですけども、当たるときはですね結構めんどくさいみたいな位置づけになってるので、十分活躍できるんですよね。で、超運が脅威になってるだけと、で兵種が変わってるっていうことなんですけども、継承戦法が高級になっちゃってるっていうことなので、まあそうですね、兵士的な兼ね合いっていうのはどうしてもあるかなと思うんですけど、もうどっち組もうかっていうことだったらですね、拡散性でいいような気がする編成ではありますね。はい、いかがだったでしょうか。今回は脅威を使った脅編成というのを8つほど紹介させていただきました。で、僕自身ですね、脅威は秘蔵で引いてて、突は2突ぐらいかなということで、割と中途半端な突数ということにはなってるんですけども、優秀な武将であることは変わりがないので、なんとか使いたいなと思ってるんですよね。ただ結構組ます武将たちっていうのもですね、入手しにくかったりだとか、まあいろんな兼ね合いでですね、なかなか組めないっていうようなことになってるんですよね。なんで、まあ将来的にね、組むようなことがあったらですね、また戦法詳細とかも貯めていきたいなとは思ってるんですけども、現状そうなりそうな雰囲気っていうのはないということになっております。そしたら今回の動画が面白かったとかためになったと思っていただける方は、グッドボタンとチャンネル登録、あとツイッターのフォローの方よろしくお願いします。ツイッターのリンクは概要欄です。以上です。ありがとうございました。